この間喋ってて、人間と人間と人間とお話ししてて、はいはい、そのあこれハミラジで言ってないなっていうか全然言ったことないなっていう、まあむっちゃキモエピソードやねんけど俺の。ああいつもキモいから大丈夫。あそう大丈夫。いつもいや大体キモいから。いつものキモさの日じゃないぐらいキモいエピソード。ああそれ相当やな。めっちゃキモい話なんですけど。うわもうなんかキモもうキモもうキモ話し方までキモいやったらもうほんまキモいもういやもうそう話し方だけは、ね、じゃあ念押ししすぎてキモ現役の時さ我々高校2年生ぐらいの時か東大目指そうってこうさ、なったよ2人いやそういうブームがやってきた時が高校 2年ぐらいね、まあ、そうなんでそれじゃあ東大目指し始めたんですかみたいな時にまあハミラジで喋ったってここ共通点としてそのドラゴン桜読んだああドラゴン桜ってね漫画とドラマ化もされてねが流行ってた時やね流行ってて流行ってて、うん、だこの間もやってたで1年か2年ぐらい前もドラゴン桜みたいなあそうなの、ね、しかもさ当時考えたらすごいメンツやったよねなんかヤマピーとさ荒垣あやばいやばい確かにユイとさ長澤まつ小池さえこ小池さえこさえこなんか美男美女みたいな感じでね、すごい顔ぶれやったよね。長谷京もったしな。ああ、確かに先生役長谷京、うん。ほんまや。今考えたら素晴らしいな、ドラゴン。あれ、まあもちろん見たし、あの漫画をさ、うん、まずシェアしてさ。そうね。そう、東大や、みたいになったよっていうふうに言ってる。なった。うん、だからもうそれ見て、あ、もうじゃあ東大でええわ、志望校ってなって。そう。単純な話。そう、それまあお互いの共通してる部分であって。同期俺の田舎やからさ我々和歌山におったから、うんうん、何らかこうスコトーマ外れんと東大なんて目指そうってならへんやいやならへんけどまあ俺から言わせてもらえばもうドラゴン桜でもうスコトーマ外れてあ東大ってあるんやもうじゃあこれでええわ、うん、って俺はもうそれでなったと思う動機としてはそれだけですよほんまに最初の動機それじゃなくてですね僕はいはいそこがキモいよキモいわ、ね、当時、うん、あの大塚愛死ぬほど好きやったみたいな話をさどっかはみらじ出したと思うね確かに、大塚愛の魅力に語るみたいな回もあった気するし。で、俺が大塚愛で奥村が倉木舞で、それぞれ魅力に語って、魅力語って、どっちですかめっちゃキモいっていう。めっちゃキモい。二人ともキモい。二人ともキモいっていう。うん、きっかけが大塚愛なんですね。もうキモいねんけど。うん、最初、高1か高2ぐらいでハマったよ、大塚愛、まず、うんうん。ハマって、で、高1か高2ぐらいで、なんか、あの志望校決めなさいみたいな、うん、親ちゃんは学校に言われるやん言われるなで最初親に医者になりなって言われてたから医者、うん、じゃあ医学部なんかなみたいな真剣にも考えてなかったし将来のこととか、うん、だからまあじゃあ医者かみたいなで大塚愛があの出身が大阪なんですよね、うん、はいはいはい大阪で医学部やからまあ阪大の医学部行こうって思ったああめっちゃ単純な、まあ、めっちゃ単純にで阪大の医学部出てで自分が医者になって、うんたらじゃあ大塚愛がなんか例えば芸能活動とか終わって、うん、で大阪に帰ってきてみたいなで家庭を持ってうんぬんとか、うん、なんかもし、ねうん、あった時に、うん、俺が作ってあげたいみたいな、うん、関係ねえ本気で思ってたねだから俺は童貞ちなみにその時童貞ですねでまあまあ完全に童貞、うん、もし童貞じゃなかったとしても童貞ですね、うん、それはそう、うん、でまあ童貞の発想としてはそうなるやんか、うんなるな、うん、でも俺は別に普通の童貞ではなかったからやっぱりまあまあまあ童貞の中でも位があるか確かにそうだから最初阪大学部を目指してたんやけど、うん、なんかずっと違和感があった、ねうん、でもこの違和感をの正体がわからんかったねああ皆さんもね人生の中であるやんなんか目標は一応設定したけど違和感あるけど目標に対しての違和感とかあったりそうなんか現状に対して統合されてない感覚みたいなね、うん、そう、うんまあ、それと同じですよね泣いたら童貞なりに違和感がやっぱあって、はいはいはい、俺は本当に俺それ目指してるのかみたいな、はいはいはい、本当にそれが一番大塚愛につながってるのかとかねそう、うん、本当に、まうん、あの大塚愛のためになっているのか考えた時自分のためっていうのと大塚愛のためっていうのがちゃんと統合されてるのか それが統合されて、うん、アウフヘーベンされてるされてんのか阪大医学部によってみたいなねそう、うん、そうってなった時にずっと違和感あったんやけど、うん、ほんまにとある日スコトーマ外れて、うん、それがそういうきっかけやったんかもしれんな。だからちょっと順番忘れたけど、ドラゴン桜やったりとか、あとは白い巨頭がね、その当時流行って、だから医者の白い巨頭ってまあフィクションやからさ、その医者のそういうこうドロドロしたさ、
権力争いみたいなさ、政治的なやり取りみたいなのって描かれるやん。あれ見て、なんか医者嫌やな、みたいなった。単純に。ドラゴンズを目指すみたいな感じで。そう。童貞なんで、こっちとらね。うんうんうん、でその時、ふっと、もマジで降りてきて、ほんまに。降りてきて、阪大医学部行って医者になっても、いや、今、大塚医は大阪におらんぞと。ああ、活動拠点は、だいたい東京みたいな感じだった。東京や、はいはい。じゃあ、もっと積極的に考えたら、うんうん、その、関西、近畿圏にさ、とどまってるんじゃない、うん、俺が東京に行ったらええやんって。うん、これむちゃくちゃスコトーも外れてない。まあ当時の童貞のね玉井さんにとっては外れてるな。そう。でもそれで、うん、キモいけど一応スコトーマは外れてる。スコトーマ外れて、うん、俺が東京に行けばいいやと、うん、っていうのが先に来たんよ、はいはいはい、で東京に行きたいってなったの、はいはいはい、東京全く興味なかったけど、はいはいはい、今までで東京に行きたいってなって、で今自分の現状をさ、うん、分析するわけやな、進学校におると、うん、でここでもなんかうまいことなんかやらなあかんと、うん、勉強やっていかなあかんと。で俺は東京に行きたい。うん、で、親、やっぱそのお金もあんまなかったから。ってなったら、うん、知識もないからさ、うん、東京にある大学、東大っていう、もう安直な、うん、大阪やから大阪大学みたいな感じで。うん、で、東大やってなったよ、うん。それと、ドラゴン桜重なったよ、うん。はいはいはい。で俺、大塚愛のおかげで、東大目指したんですよ。うん、っていう。はい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 。気持ち悪い。っていう話をしたらめっちゃ笑われたっていうのがこの間あって、うん、あこれおもろいんやってなってちょっと喋ろうと思って。確かに言うてないな、あの大塚愛のせいで東大目指したとは誰も思ってないもんね。うん、ほんまに死ぬほど好きやったからね。キモ、うん、もうほんまにだからその時当時 Google Earth とかが出てきた時やね。あーはーはーはー。で Google Earth で ABEX の本社とか見てここか、うん、で俺じゃあ俺東大行ったらまず ストーカーやん清掃のバイトとかやればいいんかなとかさ、ライブのスタッフのバイトとかやればいいんかなとか、それを検索したりしてたから。いや、ほんまに接触しに行こうと頑張って、ほんまに単純接触しに行こうとしてた。気持ち悪い。そう気持ち悪い。やねんけど、うん、これまた面白いのがまたこれ言ったらまた気持ち悪いんだけど、うん、それでずっとさ、やっぱ大塚愛がもうほんまにその当時の俺のメンタル感情のもう支えになってるわけや、うん、大塚愛とラルクが俺のもう支えや、うん、ラルクも参加してんのおもろいけどな、なんかそれもちょっとおもろいけど、そう、うん、そのもう2つしか聞いてなかったし、うん、で自分に縛りプレイとかつけてたよ。大塚愛のライブはもう受かったら行っていいよとか、あ縛りプレイつけて、受からんかったら、でも受かったらもうこうするんやっていっぱい決めてたよ、うん、でいざ受かるやん、うん、受かった瞬間に大塚に興味なくなって、なんでか分からんねん。ああほんまに全然会いたいとかいうのもなくなったんや。全くなくなって、曲ももう大学入ってからもうほぼ聴いてないんだからっていうのが、うん、今も別に大塚を抱きたいとかないんや。抱きたいとかない。初めからないか。そうそう、最初めからないけど、それ、うん、ないけど、でもほんまそれで興味なくなったから、その自分の中でのキモい解釈として、うん、大塚愛が俺を東京に呼んでくれたんやなっていう解釈をしている。大塚愛が玉井を東京に呼んでくれて、そう、東大に連れてってくれて、東京で起業するようにさせてくれたっていう、させてくれたんやなっていう解釈ね、ふうに思ってるから、まあなんか会うた時からその感謝の旨を伝えようって思っているだけだけど、うん、っていうからめちゃくちゃキモいっていうことですね。そう、うん、そう、その解釈も込みで気持ち悪いやんこれ。うん、もうなんかもう言ってほしいな、お使いし本人からキモって、うん、好きもその解釈、そんなことに使わんといて。オナニーのネタに使われるより嫌やわって言ってほしい本人から。ああ、お前らほんまに言われたら多分もうメンタルクライシスするやろうね。もう今年何もできない、うん、っていうあの話です。あ、だからまああのすごいようにね、うん、フォローするとすれば、はいはいはい、お願いします。起業するとかさ、東大目指すとか、その、はいはい、すごいかっこいい感じのさ、成功するんやとか、なんかかっこいい感じの目標を設定することって皆さんあると思うんですけど、したい時って、うん、ただその目標を設定する時のなんか動機とかって何でもええんやなって思いますよね。その例えばさ、東大目指すやったらさ、なんか将来
あの政治の世界に行っては日本むっちゃよくするんやみたいなさ、うん、思ってなあかんとかさ、なんか大学者、すごい学者に、学者になるんやとかいう動機がなくても、うん、お使いに会いたいんじゃぐらいのさ、ノリでさ、そういう、会いたいんじゃわしゃっていうぐらいの軽い動機とかでも目標設定、高い目標設定とかってしていいんやっていうふうにね、うん、こいつを見てね、思っていただいたら勇気が、勇気が出る。だからさ、起業するとかもさ、社会を変えるんやとかじゃなくてもさ、うん、なんか、飯、好きな飯食うんじゃい、毎日焼肉食うんじゃいぐらいのさ、とか、モテたいんじゃいみたいなさ、うん、理由でも、うん、全然ええんやっていうね。うん、そう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 。だから、で、いざ、起業いざ、うん、不純な動機で始めてるやん、俺ら。自分は多分、そのもう、ま、とりあえず、会社辞めたかっただけ。全然会社辞めて毎日朝起きたくないし。そう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 。俺も。ナンパもうちょい、ナンパもうちょい自由にしたいしっていう、うん。俺も朝起きたくないっていうのと、満員電車乗りたくないっていうのが最初の動機というかさ。うん。やったかな。で、そっからいろいろやっぱ、うん、じゃあ企業で成功したらこうやな、こうやなとかっていうのって後付けで、一番最初ってそれぐらい不純やったし。自分アフリカにいますけど、アフリカに進出するからにはなんか、みんな、たまに日本人でも見んねんけどさ、うんうんうん、教育、アフリカの教育の問題をなんちゃらしたいとか、貧困問題をなんちゃらしたいっていう、めちゃくちゃ雑魚キャラが言うてたりすんねんけど、うん、そつくなよって思うもんね。うんうん、あ、なるほどね。雑魚キャラの時点でそれをお前ほんまに思ってた。そんなわけない、うん。お前、その前に童貞やから、なんか抱きたいだけやないかって、ね。日本では童貞のレッテル貼られたから、アフリカで、アフリカデビューしようとしてるだけやないかって。口悪く言ったらそう思うよね。だからもうそんなこと思わんし、絶対貧困問題なんじゃするために俺はアフリカにおるんやとか、うん、ちゃうし、うん、仮にそこに貢献できることがあったとしても、うんうん、別にそういうところに志をさ、っていうね、持ち続けたりだとかっていうことっていうのはすごい大事だと思うし、いい、そう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 、うん、ただほんまになんかきっかけみたいなさ、そうそうそう、行動を起こすきっかけみたいなのって往々にしょぼくてもいいんやっていうのがね、今ので勇気で、うん、出たんじゃないですかね。そうだね、いいようにフォローした感じになってますけど、キモかったですね。まあでもほんまにそういうことっていうのをやっぱり自分の自虐のエピソードを通して、恥ずかしいよ、こういう話するの、うん、やっぱりそれ恥ずかしい話してでもやっぱりそれだけ伝えたいなっていう気持ちでね、あの喋らせてもらって代弁してくれてありがとう、うん、それも気持ち悪いですね。恥ずかしになってんのも気持ち悪いです。はい、ございました。おじさんが恥ずかしいって気持ち悪いからね。はい、ああ